YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ワイパーの中村です。本日は店舗この画角ということなので、はい、スペシャルゲストが関東の方からご来店いただいておりますので、ご紹介したいと思います。どうぞ。はい、でん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 。どうも、ユミアのキューティーのユミと、キューティーですと、お手伝いのクラリンです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、福岡にユミアとキューティーとクラリンさんゲストでお越しいただきまして、実は倉庫の方でもう動画をね、一本撮ったんですよ。はい、はい、もうめちゃくちゃ楽しませていただいて、ね、そうなんですよ、もう喋り倒した後なの で、 で、ね、で、お店の動画を撮った後です。はい、ワイパー側のね、うん、動画にも出演してもらおうということで、ありがとうございます。はい、どうでしたか、福岡。まあまあ、まだ始まったばっかり、はい、まだ2日前キューティーはまだ最後に下ばかりですからね。3時間経ったぐらいかも、何も感じてないです。倉庫の方にはね、キューティーが来れなかったから、はい、他の都合で。そうなんですよ。で、やっぱもう昨日の夜、はい、一夜をね、そう、クラリンさんと過ごしたんですけど、はいはい、いい方。やらしい。でも飯がやっぱうまいっすね。美味しかった。嬉しいですね。はい、昨日食ったあのごまさば頼んだんですけど、はい、ごまさばがなくて、代わりにごまカンパチ。おー、美味しかった。美味しかったな。うまそう。プリップリっすね、こっちの魚って。いや、餃子も美味しかった、ね。うまかった。餃子も有名ですよね。鉄板餃子、鉄鍋餃子。あとラーメンもうまかったし。お酒好きだからたまんないでしょ。たまんないっす、マジで。もう今日はあのこの後焼肉とか、はい、で明日明後日は水炊きとか、はい、もつ鍋とかはね、飲み倒して遊び倒してみたいですよね。楽しんでください。はい、まあ、今回その福岡に来られた理由っていうのがポップアップされる。あ、そうです。はい、今回はポップアップ土日でやらせてもらってて、まあ明後日からかな、はい、2日間、はい、なるほど。でその前にワイパーに遊びに来てくれたということで、来ていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ということで、まあ、倉庫見ていただいたんですけど、どうでした倉庫。もう圧巻の一言でしたね。圧巻だよね。いや、確かにもうテンションで上がってくれたクラリさん特にね。みんないや、だからこれユーミー&キューティーのチャンネル側の動画になってると思いますけど、はい、あの中村とクラリさんが喋り出してるんで、それにちゃんと言う。でも俺がいつものキューティーだったからそう、ちょっとね、たまに俺がそっと喋る。いやー、面白かったです。やっぱミリタリーにお詳しい二人だったんで、こちら側もすごいやりやすくて、ちょっとついつい調子に乗ってちゃいました。うん、結構やっぱ国内も国外も見てきたんですけど、なかなかあんなクオリティっていうか、もう量も、だって天井まであったりとか、ダンボールがね、そう、あれはすごい光景でしたね。うん、見たかったね、キューティーさん。見たかった。いや、本当ぜひ来てほしかったです。まあ、また次回があるかもしれない。そう、動画で見て。はい、まあ、今日またプライベートで来ます。そうね。来てもらえるかもです。はい、今日キューティーは何時起きだったの。今日はあの4時起きでした。ちょっと眠そうだよ。はい、さっきちょっと寝てましたね。ロギア、ロギア。さ、若干噛み合ってるから。まあまあ、それあれがね。まあ、一足ぐらいだからね。そう、一足三足。まだ何もその、ロギア、ロギア。昨日からさ、ギア上げてってるのにさ、まだ何も食べてないから。まあ、さっきあの、あ、そっかそっか。サラウドを食べさせてもらったね。捕まってたもんね。もっと、最初に。まだ、まだまだ、あの、これからなんで、福岡は。僕の中では。はい、楽しんでください。わけで皆さん本当ミリタリーに詳しいあのメンバーだったんで、やりやすかったし楽しかったです。うん、だから、まあ、ぜひ次回もあるかもという形で、はい、ぜひ、はい、もちろんやらせていただきます。まあ、キューティーがね、ゲットした、ね、はい、そうそうです。だからリベンジがあるかもしれないですね。倉庫、はい、リベンジ、リベンジさせてください。はい、ということで、もしかしたらまたこの画角で皆さん揃うかもしれないんで、その動画をお楽しみに。ありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。